ルスラナ、イスタンブールで行われた2004年大会の優勝者。ベールカ・セルジューチュカ。ヘルシンキで行われた2007年大会にて、アーン・ニ・ローラク。ベオグラードで行われた2008年大会にて、マリーやヤレムチューク。コペンハーゲンで行われた2014年大会にて、ウクライナのユーロビジョンソングコンテストでは、ウクライナにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。 ウクライナは2003年大会でユーロビジョンソングコンテストに初参加した。この時のウクライナ代表はオレクサンドルポノマリョウであり14位となった。ウクライナは2回目のユーロビジョン参加となる2004年大会にてウクライナ代表のルスラナは優勝を果たした。これによって2005年大会はウクライナのキエフで開催された。この大会でウクライナは19位に終わった。 ウクライナは2008年までの6回の参加の中で毎回決勝進出を果たしている。資金難のために2009年大会への参加を取りやめるとの噂があったが、ウクライナでの放送を担当している。ウクライナ国営放送は、この大会への参加を表明している。ウクライナから高得点が送られた国々、ウクライナに高得点を送った国々、ソース、得点の合計は、 決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。